高木信子は日本の小説家。日本芸術院会員、文化功労者、元九州大学アジア総合制作センター特任教授。本名は鶴田信子。二千十九年に毎日新聞出版から刊行されたほとほと最時期物語。二千十九年に講談社から出版された小編最時期春夏では、想定、中身ともに工授。 信子の表記。山口県豊富市出身。父は、海軍予備学生の特攻隊を経て戦後、山口大学で生物学を教えていた、高木京介。松崎小学校、国府中学校、山口県立豊富高等学校、1968年、東京女子大学短期大学部教養科卒業、バ風館に勤務、1971年学生時代から、 交際していた男性と結婚。74年福岡へ転居、男子を生む。同年父が死。七78年自身の恋愛のため離婚しことの接触を禁じられる。ランプの同人となる。1980年、鶴田哲郎と再婚。文学界新人賞の最終候補に二度残り。1980年、その細き道を文学界に発表。 小説家デビュー。2005年より、九州大学アジア、総合制作センター特任教授を務める。かつては、野間文芸賞、おさらぎ次郎賞、島瀬恋愛文学賞、芥川賞、朝日賞などの選考委員を務めていた。2017年、日本芸術委員会員に選ばれる。児童文学者の那須聖官の二度目の妻は、高木野、また十枚にあたる。高木信子。 出演者東アジア共生会議2011文化、芸術振興基本法制定10周年記念、芥川賞全集13、年婦女性障害学習研究部門福岡女子、大学地域連携センター、芥川賞、直木賞の選考委員、一人ずつ、退任信任は未定毎日新聞2019年7月24日、高木信子さん、林望さん伊勢物語と、 源氏物語の魅力。日本経済新聞。2020年12月22日へ閲覧。ありがとうございます。